クワットは腹筋の33倍痩せるという動画が流行ってます。まさにその通りだと思います。スクワット習慣にできる人はぜひやりましょう。でも僕はこれです。何にもやりたくないけど痩せたい、僕と同じ気持ちという方はスクワットの33分の1、たった 3% の効果しかないけど短期間でお腹と太ももこれだけ痩せるズボラストレッチ、一緒に頑張りましょう。もちろん1回でも遅くなるのでウエスト太ももメジャーを使ってビフォーアフター計測してみましょう。皆さんこんにちは、ズボラトレーナー深井です。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。まず1種目目は片足ずつグッとお腹に近づけるように足を高く上げます。ゆっくりです。これは股関節の柔軟性チェックも兼ねてます。しっかり足を上げ切った時にこの付け根に違和感がないか、引っかかる感じがないか、あとは左右差ないですか、どっちか片方だけ足が上がりづらい、そんなことはないでしょうか。ゆっくりでいいです。しっかり上げ切りましょう。さらに良くないことは右足を高く上げた時に左足がこうやってついてこないか、足を上げた時に反対足がこうついてくると股関節硬い証です。ビフォーアフターで変化出るので楽しみにしててください。 OK。 そしたら次は膝曲げたままですね、前ももをお腹にぐっと近づけるように下っ腹使って足を上げます。ふう、なるべく前ももをお腹に近づける、ぎゅっと腹筋下っ腹使う感覚ありますか。ふう、きつかったら一回下ろしてもう一回上げてもいいです。ふう、スピードは全然重要ではないです。ふう、しっかりお腹下っ腹意識しましょう。ふう、きつい、呼吸止めないで頑張れ。ふう、きつい、きつかったら最後の10秒サボってもいいです。ふう、頑張れ頑張れ、前ももゆっくりお腹に近づけて、ふう、上がる範囲できる範囲で OK、 よし OK。 ふう、そしたら次はこの右足を大きく外回り、内から外回しに回します。ふう、こんな感じです。ご自身から見て反時計回りにゆっくり大きく普段動かさない範囲で回しましょう。スピードは全く重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ、ゆっくり大きく回して OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みがない範囲で回しましょう。目的は普段動かさない範囲で回すことです。スピード重要ではないです。呼吸はね止めないようにしましょう。ふぅ、 OK。 そしたら次左足いきます。大きく外回しです。内から外に、ご自身から見て時計回りですね、回していきましょう。ゆっくり大きく回す。こっちもねゴリゴリなるよって方は、痛みがねない範囲で回しましょう。痛みなければね大きく回して OK です。ゆっくり大きく呼吸は止めないようにしましょう。きついな、きつかったらね各種目最後の10秒サボっても OK です。基本的にはね皆さん何もやりたくないと思うのでサボりサボりねできる範囲でやりましょう。 OK。 そしたら次は、膝曲げたままですね、膝同士つけておいてお尻持ち上げる。膝同士つけておいてくださいね。お尻持ち上げる。この裏ももお尻の筋肉使ってます。空いてる手で裏ももお尻触って、ああ使ってるなって感覚あればそれで OK です。膝同士しっかりつけておくことで内ももにも効きます。スピード重要ではないですよ。自分ができる範囲でいいです。裏ももお尻を意識することの方が早くやることよりよっぽど重要です。呼吸止めないようにしてサボりサボりでいいですよ。乾燥することが大切です。 OK。 そしたら次は片方ずつ膝を伸ばしきります。ピンと伸ばしきる、伸ばしきる。呼吸止めないようにしましょう。しっかり伸ばしきることが目的です。この膝上の肉が気になる女性結構多いんですが、膝をね伸ばしきることが少なかったりとかヒールばっか履いてると膝上に肉ついちゃいます。しっかり伸ばしきることで膝肉をね撃退していきます。これもスピード全く重要ではないです。伸ばしきることが大切です。ふう、呼吸止めないで、きついな。ふう、しっかり伸ばしきる、頑張って。 OK。 そしたら次右足をさっきと反対方向、外から内に回します。大きく回す。ご自身から見て、時計回りですね。自分で見て時計回りです。ゆっくり大きく、これも痛みがある場合は痛みない範囲で回しましょう。ゴリゴリなるだけならね大きく回して OK です。呼吸は止めないようにして、スピード勝負じゃないですよ。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で動かすことが大切です。呼吸止めないで、
頑張って頑張って。よし、オッケー。そしたら次、左足、大きく外から内に回します。大きく回す。こっちも痛みある方、痛みない範囲でいいですからね。ゆっくりでいいです。大きく外から内、ご自身から見て、こっちは反時計回りですね。大きく回す。で、よくね、どっち回しか分かんなくなっちゃうって方がいらっしゃるんですが、もうどっち回してもいいです。回しちゃいけない方向ってないので、ゆっくりね、大きく回ってればそれで OK です。で、この次の種目から、右向きで横向きになりますので、スマホ持って右向きに横向きになりますよ。ラスト1回回します。OK。そしたら右向きに横向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝はこんな感じ、90度ぐらいに曲げて、膝同士離す、膝同士離す。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？しっかり意識して、お尻の横こうやって触るとね、あ、動いてるなって感覚あると思います。NG パターンは、こうやって上半身が後ろに倒れちゃうこと。上半身固定して、ほんと膝だけね、離すってイメージです。頑張って。お尻の横しっかり使って、ラスト1回。OK。そしたら次は、下の右足をこうやって前に出して、左足、真上投げます。左足を真上投げる。このお尻の横を使ってあげます。呼吸は止めないで、頑張って。きつい。お尻の横意識してくださいね。きつかったらね、各種目の、最後の10秒どんどんサボってね、サボりながらでも、習慣化、完走した方がよっぽどいいです。もうズボラストレッチはね、週に1回でもね、習慣化。これがコンセプトなんでね、もうサボりながら週1でもいいから頑張りましょう。オッケー。そしたら次は、左手で左の足首掴みます。左の前もものストレッチ行っていきます。左前ももが伸びてれば OK です。いまいち伸びない方は、左足ちょっと後ろにグッと引きましょう。そうするとね、より伸びてくるかなと思います。いまいち伸びないよって方は、腰がこう反らないように、わざと猫背を作ったまま、足、後ろに引くとね、左の前ももきつく伸びてくると思います。これね、いまいちやり方わかんない、難しいよって方、結論、左の前もも伸びてれば、もうそれで正解です。呼吸止めないで。OK。そしたら次、この右足は、こうやって前に出したまま、左足を高く上げる、下ろす、高く上げる、下ろす、限界まで高く上げる、下ろす、スピードは重要ではないです。上げ切る、で下ろすときね、もし余裕あればちょっと後ろに蹴るぐらいのイメージでもいいです。高く上げる、ちょっと後ろに蹴るぐらい、お尻をちょっと使いますね。後ろに蹴るときはお尻使う。これもね、いまいち分かんなくてもいいです。普段動かさない範囲で大きく上げ下げできてればそれで OK。 頑張れる方は高く上げる、ちょっと後ろに蹴る、高く上げる、ちょっと後ろに蹴る。呼吸は止めないで。 OK。 そしたらそのままこの左股関節大きく回していきます。こんな感じ、下から上ですね。ご自身から見て、これは時計回りかな、わかりますかね。この僕と同じ方向で回せたらいいんですが、まあ逆でも別に問題ないです。大きく回す。ゴリゴリになる方は、痛みがなければね、大きく回して OK。 痛みある場合はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。ふー、きつい、呼吸止めないで。で、この次から逆向きになります。寝返り打って逆向きになりますので、スマホは持ってね、逆向きになる準備しておいてください。ゆっくり大きく回す、呼吸は止めない、 OK。 逆向きになりましょう。では右向きに横向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。膝は90度ぐらいに曲げて、膝同士離す、膝同士離す。お尻の横、ここをね使う感覚あれば OK です。膝は90度ぐらいが良いかなと思います。先ほども伝えましたが、 NG パターンはこうです。上半身が後ろに寝ちゃうと全然お尻に効きません。上半身固定で膝だけ離す、膝だけ離す。呼吸は止めないようにしましょう。ふう、きつい。
しっかりお尻の横を意識して、オッケー。そしたら左足ちょっと前に出して、この右足をね、真上に高く上げる、真上に高く上げる。呼吸止めないで、お尻の横、ここを使うことが目的です。こうやって触って、あ、動いてるなーって感覚があれば OK です。そろそろね、皆さん疲れてきたと思うんで、途中でサボりサボりね、やっていきましょう。あとはね、再生速度調整してもいいです。早めたり遅めたり、自分がやりやすいようにやってみてください。で、お尻の横、ここを使うことが目的なので、前もも外もも多少使ってもいいです。お尻の横を使ってるなーって感覚があれば正解です。合ってます。 OK。これで右手で右足首掴みましょう。右の前ももストレッチです。ちょっと右足を後ろにグッと引くような感じにすると前もも伸びてくると思います。腰が反らないようにわざと上半身猫背作っておく、腰を丸めておくのがおすすめですね。ただこの腰を丸めるっていう感覚わかんない方もいると思うので、結論、前もも伸びてれば OK です。それで合ってます。呼吸はね、止めないようにしましょう。前もも伸びてれば OK。 サボりサボりでいいですからね。肩、変な力入らないように意識してくださいね。肩 OK。 そしたら次は左足はこうやって前出したまま、右足上げ下げします。高く上げる下げる、高く上げる下げる、しっかり上げ切る。下げるときにちょっと後ろに蹴るとお尻に効きます。しっかり高く上げる下げる。この股関節付け根、腸腰筋っていうところを、ね、伸び縮みさせてるんですが、皆さん聞いたことありますか？このね、腸腰筋硬いと姿勢が悪くなったりとか、あと腰痛とかね、反り腰とか、もういろんな影響あるので、しっかりこの股関節付け根意識しながら上げ下げしていきましょう。ついてきてますか？きつかったらサボってくださいね。ふぅ、オッケー。そしたら次、この右足大きく回します。こんな感じ、下から上に、外回しっていうんですかね、下から上、こんな感じです。大きく回す。これもね、痛みがなければゆっくり大きく回して OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。だいぶ呼吸が上がってきました。きつい方ね、途中で一回動画止めて水分補給したりしてもいいです。自分がやりやすいペース自分で掴みましょう。で、この次の種目からうつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。大きく回します。ラスト1回回しますよ。ゆっくり大きく回す。 OK。 スマホ持ってうつ伏せになりましょう。そしたらスマホは顔の前に置いておきましょう。上半身寝かせたままかかとをお尻にタッチにするイメージ、パタパタ動かしていきます。適当にパタパタしててもいいですが、この裏ももお尻の境目、この辺りをねギュッと使ってる感じあれば最高です。手でこうやって触るとね、あ、裏ももお尻の境目ここ使ってるなーって感覚わかると思います。わからない方もね、練習すればわかるようになってきます。大丈夫です。呼吸は止めないようにして、ゆっくりでいいです。かかとがお尻につかなくても OK です。よし、 OK。 したら次、前ももストレッチ、左手で左足首掴みます。こんな感じで前もも伸びれば OK です。いまいち伸びないよって方はこのつま先の方を掴んで、つま先をお尻にぐっと近づけるイメージでやると前もも伸びてくるんじゃないかなと思います。ただこの時ね、肩ここに力入りすぎて肩こんなすくんじゃって、逆に肩凝っちゃったなんて言ったら元も子もないので、肩はね力入れすぎないで前ももを伸ばしましょう。しっかりね、足をお尻に近づければ前もも伸びてくると思います。 OK。 逆足いきます。右手で右足首掴みます。かかとをお尻にグッと近づけます。右の前もも伸びれば OK です。伸びますか？どうですか？いまいち伸びない方はつま先の方を掴んで、つま先をね、しっかりお尻に近づけてみましょう。ただ肩ね、変な力入りすぎないようにしましょう。呼吸は止めないで。ふぅ。頑張って頑張って。ふぅ。呼吸だけ止めないで。オッケー。そしたら次は、両手を耳の横について、上半身ぐーっと反らせます。腹筋のストレッチです。
お腹伸びますか？いまいち伸びない方はちょっと顎を上に上げるといいと思います。ただ腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっとね顎を上に持ち上げる、これだけでも腹筋伸びるんじゃないかなと思います。肘伸ばしても肘曲げてもどっちでもいいです。腹筋が伸びてればそれで正解です。きつかったらねサボりサボり、だけど呼吸だけは止めないでやってほしいです。頑張ってー。よし、オッケー。そしたら次は上半身寝かせたまま左足を右こっちに持ってきます。この左のお腹の前面伸びてれば OK です。この左のつま先を誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばすとね、ここ左のお腹伸びてきます。上半身はしっかり寝かせましょう。両肘をねこうやって床につけておくと良いと思います。ただ腰が反って痛いよという方無理しないでください。呼吸止めないで、でいまいち伸び感ないよって人はね一回戻してちょっと角度変えたりとか向こうに足をギューッと伸ばしてみるとねここ伸びてくると思います。ふう、呼吸止めないで。よし、 OK。 反対いきます。右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びれば OK です。ふう、右のつま先誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばすと右のお腹の前面伸びてきます。上半身が起きちゃうと伸びません。なるべくねべちゃーっと上半身寝かせておきましょう。これでね最後の種目です。もうねここまで頑張った方は全然ズボラじゃないですよ。データで見えるんですけどみんながみんなね完走するわけじゃないんでここまでやった方すごいです。最後にね最初に行った柔軟性チェック一緒にやって終わりにしましょう。 OK。 そして最後上向きになって柔軟性チェックやっていきましょう。この寝た状態で最初と同じように片足ずつ上げていきます。しっかり上げる。最初みたいなここの股関節の詰まり感ないんじゃないでしょうか。左右差あった方も左右差なくなってると思います。ゆっくり上げ切ることが目的です。どうでしょう、最初より上げやすさ、この引っかかりのなさありますか。あと上げた時に反対の足がねこうやって浮いてこないようになってると最高です。どうでしょうか、変化出たかどうかコメントで教えていただければと思います。でこの動画で物足りない方は概要欄に追加ストレッチ貼ってますのでぜひこのまま続けてやってみていただければと思います。 OK、 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。もう全然ズボラじゃない自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。